よし、はいはい、映ってますか？映ってます、絶対映ってます。はい、熱いです。新居動画パート1、いや、パート1なのか知らないけどさ、まあね、動画ってわけ。この動画はね、あれなんですよ、この洗濯機を使えるようにしておきたいと思います。この深夜にまあ回さないですけど、まだ回すことはないんですけど、ね、つけるようにしていかないと意味がないと、ですね、そういうことっすよ。これちょっと後で剥がすか、後で剥がす、後で剥がす、もうこれですよね、感じなのは。まず洗濯機をつけるために、これをまず買ってきました。ダラーン。なんかイエーあ、排水口のやつですね、これないとなんかつけれないんで、うん。それとあとこれ、見えますか、これ、これね、なんで引くかっていうと、まあちょっと見せますか。ですね、解説します。まずあそこの穴、排水口に穴がありません。はい、なんでね、あれを買ってきてつけるってわけ。そして見てください、これ、これ何か分かりますか、これインターネットの回線です。なぜこんなとこがあると、疑問です。僕もよく分かってません。でね、この洗濯機をね、このクソデカ洗濯機をね、多分一人暮らし用の大きさじゃないんで、この台に収まらないですよね。で、何が起きるかというとね、この足で叩きます。もうギリギリなんですよ、本当に。いや、もうはみ出してるんですよ、なんだろう、こいつらか、こいつがオーバーしてるんで、はい。で、オーバーしてるから、で、ここも壁ぴったりくっついちゃうんで、もうバン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 当たっちゃうわけ。当たっちゃって何が悪いかってね、インターネット回線が悪いことをね、懸念してですよ。はい、これを買ってきました。これね、足、大です。はい、ここは延長しますあれ、高さ足んないですけど、大丈夫ですよ。いしょ、僕の計算ですとね、ここ、回るんで、はい、勝ち、はい、勝ち、勝ちましたね、これ。はい、取れちゃいました。うん、限界まで行って取れちゃいました。どうしましょう、これ、あ、つけれないです。わっ、ちゃんちゃんって開けるか、諦めて止めるか。限界突破した。俺の予想では10センチが最強だったんだけど、まあちょっとの誤差はまあ誤差はね、はい。で、それを固定するためのこの滑り止め突破なんですよ。はい、はい、施工しないといけないわけだろうけん。で、施工の仕方ね、僕知らないっす。持ってこなかったっけ、箱、説明書。これ、うん、まず何からした方がいいか、これをまずつけるか。あ、そうだな、これ何、この穴、ここにくっついてたやつかな、蓋してるのかな、なんだろう、これわかんない、わかんない、パスが出てきました。あ、もうぴったしだもん、ほら、やばい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 、感動のあるし、見てください、これぴったしです。お兄ちゃん見てますか、ぴったしです。はい、お兄ちゃんぴったしです。お兄ちゃんぴったし入ります。でもね、深夜テンションだからさ、マジで、これビス止めとかね、しない方がいいかもレベルぐらいかなりぴったしで、もう動かないよ、これ絶対いらないよ、これ、うん、しかもこれビス止めとかしていいさ、このフローリングのあれじゃないんだよね、しかもそもそも論なで持ってきたって話ね。でもこれしかないんですよ。でもこれ逆流することないと思いますから、はい、はい、適当に、おらおら、つけてつけて、はいはい、やばいよね、こういうの適当にやって逆流とかしたら笑いもんですよね、本当に。あれ無理なんです、つけよ。どういうこと、合ってるよね、うん、合ってる、絶対合ってる、あ、間違ってるわけがない。でも間違ってるわけないのに、なぜか知らないけど、なんでどうして、なんでどうしてつかないの。
さん持っちゃって逆流コースじゃないかこれも本当に。いやこれいらないんじゃないのこれ。無視でこれ買っちゃうから。無視でつけた方がいいんじゃないかなこれ。きっとつける意味あんの。いやこれやばい。ギシギシって。つけることによって逆流しそう。逆に逆流しそう。はまれよはまれよ。シリコンだろお前。おい、 いやこれ無理やりやったらシリコン割れてる。効かなくなるとかいう。おい、エンドバッドエンド。あもうさ、あ違う、そもそもそっか、これ L 字になってんだ。あー直線じゃないんだね。そもそも論ちょっと大問題、最悪です。いやくせえしさ、匂い逆流してるし、マジ終わってんだ。いやーそういうことか。やられたぜ、やれやれだぜ。いいこともあれば悪いこともある、それが人生。いいことがねえと悪いことは分からないし、悪いことがねえといいことが何なのかも分からない、それが人生。はい、教訓ですね。頼むからついてくれよこれで。あ頼むな、よろしくな。これはもう絶対見えてないでしょこれ。天井見てるもん今一生懸命。見てください。あそこの穴ですね、なんかあれです、ズボーンって落ちてんじゃなくてね、こうやって曲がってたんで、これ曲がってる分ね、こいつが、長すぎて刺さりませんでした。だから取りました。で、ね、これわかります、このクッションみたいな感じの、それのせいでですね、はい、ビスも止めれるかどうかもわかんないんでね、とりあえずビス止めもしないです。はい、このままやっていきたいと思います。はい、次この台をしたいと思います。マジで暑い、もう汗かき。もう最悪です。この足最強か。皆さん一つ疑問ありませんか。このどでかい洗濯機を弟武井諸氏どうやってお前一人でここに持ってくるん。そう、その問題があります。はい、僕もはなはな疑問であります。ぴったし、最高。この滑り止めもぴったしです。いや本当ね、ハサミで切ってね調整したいところなんですけど、そんな予算ないんでやりません。そもそもこの洗濯機の足がそもそもこの幅で合ってるのかどうか分かりませんと。ここは、合ってないよね、全然合ってないよね、これね。ハサミ必要です、これ、完全にハサミ必要なレベル。もうめんどくさい、ハサミある？弟、ハサミあるか？ハサミ持ってきたか？弟、ハサミなどあるわけがない。あ、カッター出てきた、神があればこの世の勝ちです。よし、施工の時間ですよ。これ何時だと思ってるんですかお兄さん。これがた完璧すぎる。
完璧すぎを2つ用意しました。そして次、これ洗濯機つける前にインターネット回線をつけないと多分これダメですね。はい、インターネット回線つけますか。次の工程、インターネット回線をつける。はい、インターネット回線あそこにあるんでね。まずはちょっとカメラワーク終わってますけど、インターネット回線工事します。インターネット回線工事、あ、さっき見えたと思うんですけど、ここコンセント2つしかないんでね、延長コードを使わないといけないわけですよ。延長コードを使わないとね、まず洗濯機も、コンセントもなければね、インターネットのコンセントもつけられないわけですよ。正直ね、インターネットのコンセントをね、このね、延長線コードとかでね、接続したらね、よくないと僕も思いますけど、そうせざるを得ません。マシです。つける順番とかは確かありましたよね。説明書を読んでからつもりって話ですけど、はい、説明書を出しました。あと、モデムですよ、これモデム。モデムをまず先につけないといけないです。モデムを先につけるためにね、モデムを置く場所があるんでね、天井に貼り付けたいと思います。天井に貼り付けるためにね、ビスが必要です。ビスもね、今、あるんでね、それで固定していこうと思います。やっていこう。どっちが上？こう。向こうでいいね。ここぐらいでいいでしょう。ここにね、穴開けても異様の木のね、あれがあるんで、勝手にここに穴開けてって思います。じゃあ、本当にいいかわかんないけどね。すみません、これ、ね、絶対、普通のドライバーでやるもんじゃないんですよね。絶対映ってないでしょ。もうね、YouTuber すげえわ、これ。だって、みんな映しながらやってんだ。こっちかな、どう映ってる、もうちょい上、あ、こんぐらいにしとく、わかんないけどさ、あ、わかんないけど、こんぐらいにしとくわ。映ってた、よし。とりあえずここにつけます。はい、これまずね、仮止めですよ。穴をまず開けないと。開きません。あ、無理です。無理です。ひくれます。無理です。どうする、おい、どうするこれ。穴をまずここに穴開けないといけない。画鋲かなんかでもね、いけるんだろうけど。ナイス。いや、もういいや。はい、めんどくさいんで諦めました。はい、ビス止め諦め、地面に置きたいと思います。もう、なんなの、うまくいかないこともあればうまくいくこともある、それから人生です。さっきも聞いたな。そしてまずコンセント、まずこいつらに命を灯さないといけない。足つけるの、それかい。これね、取って、ここも取って、これだ。まずインターネットが取ってない家って何なのって話ですよね。まず、第一に。ちょっと場所ないんで、ここでいいや。ちょっと冷蔵庫の上とか絶対ダメだと思うけど、ちょっと仕方がないっす。はい、諦めてください。まずこれをこっちに繋ぎました。で、あとは電源通っています。で、その電源に対して今度は光回線の線を、これですね、これ、はい、これを繋げていきたいと思います。今のところ順調だよ。この工事をさ、なんだろう、自分でやらないといけないっていう、この、なんか、都会上普通なんですかね、これ。そもそも、工事自体がそもそも通ってて、あれなんですよ。なんだろう、しなくていいみたいな。モデルについたら自分で接続してないみたいな。これ、どっち先にこいつあげるの？これ、順番が大事だからね、インターネットって。説明書を読んで正しくやりましょう。ミスったら繋がんないからね。差し込みます。コンセントを差し込みました。LAN ケーブルをプラグをジャックに差し込み、蓋を閉めます。ちょっと、RC。ちょっと、何てかかんですね。
LAN ケーブル、光ファイバー負担、ん、何を言っている、仕込みました、電源入れますで UTH、 あ、多分電気光回線になってますね、うん、そう信じよう、ちょっと分かんないですけど、多分供給、声、光回線、ランプが繋がるかどうかですよね、問題はこれね、光回線通ってますね、はい、OK、燃焼、光ってます、順調ですね、きっとこれで、ね、よし、で次、次の方どうぞ、次の方は今度この俺のバッファローのスーパー供給ダカダカ、スーパー呼吸ルーターをこれで接続すると、はい、そしてそれにこれが必要、差し込みます、差し込みもし、差し込みもし、電源オン、そしてそしてランケーブル、ランケーブル、まず差し込み申し、差し込み申し、インターネット、そして、と、いけ、起動。で、これで起動されたら、多分その方が勝手に、つくと思います。そう信じている間に、今度洗濯機を、はい、つけていきたいと思います。よいしょ。洗濯機、洗濯機、映ってる？そうそう、動画待ってんのこれ、あ、充電がちょっとないんですけどね、うん、オッケーオッケー、うん、次次、ああ、やっと涼しくなってきた、まず排水口のやつはまずつけましょうか、これさ、アースもクソもねえんだけどこれ、ほんとにアース線はちょっと下にやって、アース線なんでアースしておきます、アス線知らんやつ、バカ丸出し、アス線ってのはいいよね、うんうん、大丈夫ですかこれ、本当につけますかこれ、これいらないのでは、 L 字のやつ、まずここに乗せるってところから始めたいと思います、その前に配線、排水こういけないかな、これ届かないな、無理だな、うん、ちょっとこれちょっとテープかなんかでこれ固定させてくれ、養生テープ、よし、天聖滝ちゃん、天聖滝ちゃん、これ何のケーブル、これ黒水ポンププラグ、へえ、そうなの、知らない機能が盛りだくさん、いっぱいいっぱい、
これをですね、おらってやって、おらってやって、排水ポンプから出すと、よし、そしてで、その排水ポンプをこれまでつなげると、さあ、それ、レボリューション。ここは、水溜めしちゃったのこれも知らないかな、この家いや、まあでも水が流れるから、するわけないんだよな。ちゃんと綺麗に、詰まりとかなしで流れてもらえれば、多分するわけないですよ、逆流なんてね。よし、これを乗せれます。第2死ぬマジでさ、今何時なのかも分からないっていうこの恐怖。明日仕事なんですよ僕。え、これ持ち上がるの本当に一人で大丈夫？あ、無理だ、無理です、これ無理です。死にました僕、終わりました。お兄ちゃん、お兄ちゃん今から来て。え、もう本当に死んだ。え、もういっかなここで洗濯バカ、カオス、こそんなの。うん、うん、いや、兄ちゃんが来た時にこっちに移動するっていうのが多分無難だと思う、俺はね。俺はそう思う、そう解釈しよう。だからとりあえずこれ足乗せて、とりあえず足乗せて、あ、ここで洗濯機回します。はい、しばらくここです。この洗濯機の所在地は、お、座標バグが起こってるかもしれません。気にしないでください。僕は気になりますけど。いや、神回じゃん、この動画。おもろすぎだって。さすがに。さすがにこの動画おもろすぎ。あぶら、死ぬかと思いました。武井仁。今日、今日2回目です、死にかと思ったの。まず1回目、東京インテリアっていうなんか東京のインテリアさんのね、階段兄と一緒に降りてたらほぼ同時にステーって言って爆笑。俺がまずステーンって言ったら、その後兄ちゃんがもう1秒の差もないぐらいにまたステーンって言ってね、もう転んでないっすよ。武井兄弟がね、運動神経抜群なんで転ぶことはないんですけど、はい、転んでないんですけど、ちょっとね、やばかったって話です。え、これでももう少し高くないと排水ポンプの方がそこにさ、行くかな、溜まっちゃいますね、これ高さが足んないです。でもまあ仕方がない、仕方がないです。何もかも仕方がないです。ます、お兄ちゃんが来るまで待ちます。これこんな硬いことある？大丈夫？これなんかこんな硬いことある？こんな硬いことあるってぐらい硬いんですけど、ネジ山ぶっ壊れそうなのでちゃんとつけましょう。なんでこんな硬いんですか？あ、パッキンガムだからか。ちょっとホコリちゃんと取れないと、これね、ホコリ入っちゃうよって話ですよね、これ。ちゃんと取れって。でも俺のちゃんとはこれ、パッキンガムのせいで多分硬いんですよね。
で今日朝8時からだよ、俺の活動時間。朝8時にね、起きてですね、このお家までね、来て、1時間ぐらいかけて来て、40分ぐらいかな、かけてきて、あ、めっちゃスムーズだ。絶対さっきの間違ってたっぽいです。来てガスのね、ガス屋さん呼んでですよ。よいしょ、OK。ガス屋さんに来てもらってですよ。ここガス開通してやっと住めるようになって。で、そこからね、兄貴と合流してですね。先に、なんか指示通りやろ、怖いね、指示通りやりますよし。そう、何の話だっけ。朝8時に来て、朝8時起きで、今何時かわからないのにこんな作業をしてるって話をしたいわけですよ、僕は。もう本当にバカなんですか。え、実際ね、もう正直限界、毎日残業ですよ、これも正直限界、毎日残業。もう五条悟も死にます、これ。スクナも死にます。今何これ、本当に何なの、何やってんの俺。これさ、新居でさ、俺ね、過去一大変かも、新居に来て。その今までね、あまたの引っ越しをしてきました、僕は。それがね、こんな大変な時は一度もありませんでしたよ。過去一大変です。どうやってつけるのこれ。え、これさ、どうやってつけるのこれ。あー、もう取れちゃいけないのが取れちゃったん。あー、金魚鉢に落ちちゃった。本当に、え、取れちゃいけないの、本当に取れちゃった。笑い事じゃねえ。全くカメラに映ってませんと。はい、気にしません。もうめんどくさいっす。僕 YouTuber じゃないんでね、気にしないっす。すいません。終わり。どういうことこれ。説明書見ろって話なんですけどね。何これ。ネジで筋トレ固定しちゃうとラビが剥がしてください。何だっけ。そこまで固定できない。ここまで持ってかないといけないでしょ。何言ってんのこれ。ごめん、わからん。何を言ってやがる。これ合ってんの、そもそもこれ。どう思いますか、皆さん。皆さんに見せてないのでどう思いますかとか言ってさ、絶対間違ってるよ、俺的には。これいらないんじゃないの、いらないタイプなんじゃないの、これ。ここからさ、ここがあるってことは、これがないやつの蛇口用だよね、これきっと。多分。このままいらないんじゃない、出したら取れない。いらないやつだ。これで、はい、完璧。ペキペキ完璧。蛇口用のこれでした。これ蛇口あれでね、ちゃんと固定されてたんで。ここも OK。ここも OK。水流しますか。ちょっと水流しますね。試運転しますね。こんな時間に。何時間なのか分かんないけど。近所迷惑です。さすがに。次に近所迷惑か、明日の朝やるか。そうしよう、そうします。インターネットはどう、調子どう、いただくよ、これ。どうなんすかね、インターネット。インターネットどうですか、つながってますか。なになになに、ちょっと怖い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 、勝手に、
カメラが違うよ、ちょっとカメラのいいところ、え、待って、繋がるかな。あ、繋がりました。はい、勝ちです。はい、ありがとうございました。試合終了。GG。よし。まあ軽くパッと片して、寝れる場所を確保して、シャワー浴びて、ご飯食べますか。よし、こういうのもね、ちょっと寄せてね、OK、OK、OK。で、このスプリモとかもね、本当は接続したいんですけど、まだ早いっす。まだその時期じゃないっす。てか、あれっすね、なんだっけ、あれっす、あれなんすね、服がさ、乾いてないんですよ、まだ。あ、じゃあこれ動画やつしてたらだ、これ動画切るか、一旦、お疲れでした。世界は明るくなったし、洗濯機も多分ついたし、 OK っす。それならバイバイ。